どうもこんにちは、ザッキーです。それではサムネタイトルの通り、長兄ミート打ち対策話していきます。僕が考えた長兄ミート打ち対策は主に2つ。まず1つ目、ミート打ちをしてきた相手には長打警戒を敷き続けるということでございます。いやいや意味わからんと思うかもしれませんが、ここでねブラウザバックしないでください。しっかりとこれが最適解である根拠があります。まず皆さん、なぜ相手に対して長兄を引くのでしょうか。当たり前ですけど、ホームランを打たれたくないからというのが一番ではないでしょうか。なので長兄を引くバッターといったら、ホームランを打てる選手、要はアーティストの選手、広角がついている選手、主にねここら辺のバッターではないでしょうか。ここで改めて考え直してほしいんですけど、そのようなホームランが打てる選手たち、ミート打ちにしたところでホームラン打てますでしょうか。例外はあるかもしれませんが、基本打てないですよね。ホームランを防ぐために長兄を敷いているはずなのに、なぜミート打ちで外野の前に落とされることを恐れて長兄をやめる必要があるんでしょうか。ホームランを打たれたくないっていうのの言い方を変えてみると、要は点を取られたくないっていうことですよね。例えば2アウトランナーなし、ミート打ちをしてきてランナー1塁になりました。ミート打ちしてくる相手か、じゃあ長兄やめるかって言って次のバッターにホームラン打たれてしまったら2点取られてしまいますよね。しかしそのまま長打警戒敷き続けて、その後連打打たれてランナー満塁になったとしても、次のバッター打ち取ったら0点なわけです。前者はヒット2本で2点、後者はヒット3本で0点、どっちがいいかは一目瞭然ですよね。さらにミート打ちってもともと流行っていた打法というわけではないので、もともと誰しもが使っている強振より打ち損じが意外と多いんですよ。そしてさらにこの動画でもお話してるんですが、ゲッツーが取れる場面においては、ゲッツーシフトと長兄って内野の位置は同じなんですよね。なので内野ゴロを打たせることができれば、ゲッツーシフトと同じだけの確率で長打警戒においてゲッツーを取ることもできてしまうんですね。このように考えると、長兄をしてミート打ちをしてきた相手に対してわざわざ長兄をやめる必要はないですよね。いやいや、それでもモサ完璧にミート打ちやってくるんでしょうという人もいるかもしれません。そこで2つ目の対策、インコースに落ちる球を投げるということでございます。今のリアタイの現環境、昔と比べてアウトコースへの配球が流行っていますよね。それは昔流行っていたインコース中心の配球だと、モサには強振で簡単にホームランが打たれてしまうからなんですよ。ここでホームランが打たれづらいアウトコースが流行り始め、それに対応して広角打法の重要性が説かれているわけです。しかしミート打ちをするという観点においては、インコースよりもアウトコースの方がミート打ちってやりやすいんですよね。ミート打ちの基本って強振の時とは違い、センター返しがバッティングの基本になってきます。そのためアウトコースのボールは基本的にカーソルを添えるように打つだけで、簡単にセンター返しのミート打ちができてしまうわけなんですね。だからこそ重要になってくるのがインコースというわけです。そしてこれはね、モサの方はじめ何試合も僕自身がやってきて感じたことなんですが、ミート打ちは落ちる球が来た時、完璧に芯でミートしないとものすごく大きなフライになってしまうんですよ。つまり完璧なミート、インコースをセンターに打ち返す技術、この2つが必要になってくる。インコースへの落ちる球というのはミート打ち対策として最適解である配球なんですね。はい、以上が僕が考える長兄ミート打ち対策でございます。最後に少し補足すると、インコースへの落ちる球というのはこの完全なインコースというより真ん中寄りのところに投げるのがいいと思います。こっちだと巻き込まれて引っ張られてしまう可能性が高まりますので、センター返しが一見できそうだけれども、実際は難しいここのコースに投げるのが一番いいかなと思います。また落ちる球を投げ続けるだけだとさすがにね対応されてしまいますので、落ちる球と合わせて単純に視点を合わせて速い球、主にツーシームなどをね合わせて使うとより効果的だと思います。ぜひ一度試してみてください。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後になりますが、参考になったよという方、チャンネル登録と高評価とコメントをぜひぜひお願いいたします。では